テルベーダルのイオカ。北から望むテルベーダルシリア国内の一テルベーダルは、現在のシリア北東部ジャジーラ地方のハサカ県にある高古遺跡。古代にはナバダと呼ばれた。ナバダは、紀元前2600年頃のシュメール初期王朝時代に人が住んだとみられる。紀元前2500年頃までに、この場所に中規模の都市国家が建設された。当時のナバダは、 ナガルを中心とする王国の支配下に置かれた、この地方の中心都市だったとみられる。メソポタミア北部がアッカドに征服されると、ナバダはアッカド帝国の前哨都市となった。その後ナバダは放棄されたが、紀元前1400年頃には、フルリ人が住み、さらにシンアッシリア王国やヘレニズム期にも人の居住があった。テルベーダル遺跡の中心部分は25ヘクタールほどの面積となる。 さらに、イカのふもとには、後世の古利人の時代や新アシシリアの時代に、作られた町の遺跡が50ヘクタールにわたって広がる。イカの上には、ヘレニズム期の町の跡もある。テルベダルは1992年より、シリア文化省考古総局とヨーロッパ上メソポタミア研究センターの合同調査により発掘されている。さらに、シカゴ大学オリエント研究所を含む、 様々な機関が発掘に参加している。発掘では建物跡や陶器などが出土しているが、サルゴンを以前の時代に遡ると見られる、初期の設計文字が刻まれた216枚の粘土板も見つかっている。これらの粘土板は、ほとんどが農業に関する記録であるが、テルブラク遺跡の粘土板と同時期のものもある。使われている言語は、セム系の悪化ド語で、 言及されている人名も、セム系のものである。ありがとうございます。